お絵かきアーティスト。今回はこれを使ってお絵かき紙芝居をするよ。うさぎとカメの始まり始まり。昔昔あるところにうさぎのノイズと、ノイズにうさぎの耳がついてる、カメのクモリンがいました。似合ってる。ある日お部屋でクモリンが、クモリンが動いた。バナナを食べながらダラダラしていると、そんなんだからお前は呪いんだよと、ノイズがやってきました。あ、ノイズ何しに来たんだ。なんだと。僕だって本気出したら早いんだぞ。クモリンとノイズは言い合いになってしまいました。喧嘩はダメ。そんな時サンサンがやってきて言いました。かけっこで勝負したらいいんだよ。あの山の頂上に先に着いた方が勝ちってどう。僕ナイス。いいです。絶対俺様が勝つけどな。僕だって。どっちが勝つんだろう。みんなも予想してみてね。位置について、よーいドン。ノイズはすごいスピードで走っていきます。さすがウサギのノイズ。一方クモリンは全然追いつけないよ。さすがカメのクモリン。それでもクモリンは頑張って走り続けました。クモリンを助けてあげたい。ああ、サンさんはクモリンにアドバイスしてあげました。じゃあクモリンはカメだから泳いだら早いかも。なるほど。こうしてクモリンはどんどん山の川を登っていきました。やったー。それを見たノイズはこうなったら、じゃーん、これに乗ればこんな山ひとっ飛びだぜ。あ、乗り物を使うなんてずるい。しかも川がなんと、何が起きちゃったの。この先はありませんでした。ノイズはどんどん登っていってしまいます。どうしよう。この先は土の上を行かなきゃいけないんだね。そんな時サンさんはひらめきました。また僕。じゃあ この山の頂上にはバナナがたくさんあるんだよ。そんなの嘘でしょ。いやいや、きっとあるって。そうなの。じゃあ僕頑張る。クモリンはコツコツと歩いていくことにしました。頑張れクモリン。その頃ノイズはクモリンが全然追ってこないので、ガッガッガー、ちょっと昼寝でもするかと居眠りを始めました。ノイズめ、余裕ぶっちゃって。ノイズが昼寝をしている間もクモリンはコツ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 歩き続けます。僕はいっぱいバナナを食べるんだ。クモリンファイト。しばらくしてノイズは目を覚ましました。あー、思ったより寝ちまったぜ。でもクモリンは見当たらないし、きっと諦めたんだろう。ガッガッガ、ゆっくりゴールしてやろう。するとその時です。おーい、クモリンの声がします。ノイズが上を見てみると、そこにはわーい、クモリンはなんと山の頂上よりさらに上の雲の上のバナナ王国にいました。クモリンすごい。なんだって。ちくしょう、覚えてろ。ノイズは言ってしまいました。やったー、ノイズに勝った。へーん、クモリン天才ですから。クモリンが勝つと思ってた子はグッドボタン。サンさんの言った通りだったね。あー、バナナ美味しい。そうだ、バナナ。もうすぐ小学生になったり、クラス替えする子も、学校や保育園、幼稚園でぜひ使ってみてね。おうちでも使えるよ。僕たちの LINE を開いて、このボタンをここから簡単に買えるから、大人の人に相談してね。 LINE の登録はこの動画のタイトルを押して、この青い文字を押せば、ほら簡単。
そのままクッションが買えるよ。やったっか、俺様もイケメンだぜ。もらってきます。あーノイズ、色はピンクもあるよ。青はノイズにあげちゃおっか。みんなもゲットしてお友達に自慢しちゃおう。わっしょーい。今日のお絵かき、新しい動画をお届けするよ。使ってほしいおもちゃがあったらコメントで